行車って時速約2キロで走行することが可能です。やめろって。続いて更新してまいりましたのは中隊長吉山正志三等院が指揮する第二中隊です。やめろって言うよ。これで更新してまいりました。舞台は中隊長桃井正樹一等陸
げえすげえ。UH1 かっこいいね。 UH1 拳銃持った。おじいちゃん。あらやや武器なんか持ってなかった。おお。死んじゃったよ。持ち上がってない。見事、味方自衛官の救出に成功しました。疑惑で停止されているのは、次に、火炎隊からグラウンドに向かって、右手をご覧ください。白色の歌を吹き、味方部隊が攻撃中にする地域です。Thank you.
加速ダイヤ。よし、映る。中隊長、了解。攻撃準備射撃が開始されます。中隊長、中隊、一本、L、止まらない。
こちらのナイパー、敵基地が発見。これより処理する。中隊長了解。スナイパーがおるから。
が建物内へ逃げ込んだ模様です。中隊長は防衛部隊での突入を決心します。防衛部隊は40連隊の各中隊から招集された市街地戦闘能力および遊撃能力が高い隊員で構成された部隊です。こちら中隊長、防衛部隊は建物内へ突入し残敵を排除せよ。こちらの命令を突入せよ。防衛の突入が開始されました。特殊部隊、建物と言えるのだろうか。うん、悔やー。